あ、ここがパンジャン市場です、はい、すごい、はい、どうですか。いや、いいですね。絶対嘘だ。熱気があります、ね、絶対嘘じゃないですか。いや僕そんな気持ちこもってない。いやいや、ここが入り口です。パンジャン市場、有名なとこなんですよ。がありますね。あ今日も生まれ変わりました。今日は、ね、生まれ変わってないですね。オッケー、レッツゴー。そう、ね、うまそうだよね、ここ。いやトッポッキうまそう。甘いもの？うん。なんか結構この数日辛いものいっぱい食べたんで。ああ。ちょっとね、甘いものも食べたくなってきました。座ってください。失礼します。はい。ちょっと待って。待ってきてた。はい。恥ずかしい。恥ずかしい。우리떡볶이이거3,000원1인분이에요이거？네、1인분씩。아그러면떡え1인분씩나가는거다보니까떡볶이이거2인분이랑、네、그다음에순대네이것도1인분이에요다1인분씩이다보니까그럼순대1인분떡볶이2인분순대1인분일단주실수있어요그렇게줘요예가볍게먹고또가능한どうですか、ここ市場でのちょっと雰囲気は。楽しみ。うん、めっちゃ美味しそうだ。本当にちょっと JTP をアテンドしてる感じがしますね。この配置、確かに座ってください。プロデューサー、お金払うプロデューサー、マネージャー、そう住んでなんですけど、豚の春雨みたいなの集めて、はい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 、ちょっと食べてみて。ソーセージっぽいみたいな、접시같은거없어요？あんまりたくさん食べたことがない。レバーみたいな匂いですね。これをお皿として使ってくださいってことですね。お皿として。じゃあトッポッキ、이거는1인분？オッケーオッケー、 Thank you、고마워요。いや、トッポッキー。コーヒー。はい。どうぞどうぞ。食べてみてください。スンデとトッポッキーとか。おお。真っ赤。これは辛いんですか。食べてみてください、皆さん。これあれでしょ、トッポッキーは学校帰りとかに買って食べるんでしょ。ああ、うん。そうです。日本で食べるトッポギよりもなんか太い、ね、全然辛くないです、うん、うまっ、うん、本当はなんかなんならちょっと甘みあります。ありますね。これうまい、うん、うまっ。あ、これおやつにいいですね、うん、結構うまいね。おいしい。おいしい。おいしい。まじそうよ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 。정말로케맛있어요떡볶이맛있어요정말정말로정말로정말로어헌터니아정말정말로가나라조래헌터니가끔있을까에순대못맛어그래데카이네떡볶이우마이떡볶이사이즈아무나먹어도맛있어요좀뭔가고소이미지알맞아알맞아뭔가맛있을거야그래먼저이따가먹어봐うまい。うん、うん、え、住んで食べてみてください。これ塩つけて食べる。塩つけて食べてもいいし、トッポギソースつけて食べてもいい。じゃあまず塩で食べてみて。ちょっと一口目勇気いるな。ちょっとね、ちょっと勇気いますね。ちょっと、うん、うん、どういう味ですか。なんですか、しょっぱくて、ね、うん、不思議な味。うん、これは説明が難しい。
説明むずい、食レポで困る来たね、説明むずいって来たねこれこっちとお店違うの、食べたことないです、食べたことないない、まあ、でもなんか見た目ほど特徴もない、なんか、でもないって、なんか中華料理でこんな味のものがあったような気がするんですけど、はい、なんかでも口に入れた時の風味はやっぱソーセージ、なんかなんかしょっぱいんですけど、なんか苦味もちょっとあるみたいな、説明しにくいです、説明しにくいです、何で味付けしてる、なんか血とか、そうですね、血とか、まあ味付け自体があるかどうかっていうとあんまりないんで、ソウルだと塩でつけて食べるんですけど、はい、南の方だと、僕の実家とか南の方だと、あの味噌でつけて食べるんですよ、あのデンジャンっていう辛味噌をつけて食べる、僕はそっちの方が好きなんだけど、これは家庭で作るものなんですか、家庭で作んない、お店とかこういうところで、レバーっぽい、レバーっぽいっすね、たまにレバー、アルンゴンバンよりちょ断面もレバーっぽい、結構レバーの味、アルンゴンバン、レバーっぽいっす、レバーっぽい味しますね、住んで食べてもいい、全然住んで食べてもいい、はいはいはい、行っちゃってください、あ、行っちゃいます、はいはいはい、結構好きと思う、あ、味がない、この味が、塩つけた方がいい、だトッポキソつけて食べるの美味しいんですよ、これを全部食べないと、いけないんで。そうですね。ああ。すごいレバー。なんか全体にこうスタミナが出そうな料理に、血が入っていたのが辛かった。そう、辛かった。鉄分だよね。丁寧ですね。いや待って、やっぱ期待のマネージャーさん。ちゃんとケアしていないと。本当マネージャーさんっぽいですよね。そのバッグ。これがマネージャーさん。大事なものがいっぱい入ってます。ちょっとマンサチュの匂い。完食ですね、皆さん、ここがブッチョンユッケです。本店、ここが本店、ブッチョンユッケミシェラン、あれブレイクタイム16時間パスしてるからだよ、パスしてるからだよ、レシェイルナ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 出ました、わすごいでしょ、우리나나서먹을수있는접시좀줄수있어요이거못봤잖아요아그거어예예これ 鶏皿 これ鶏皿です、鶏皿です、鶏皿です、でスープベースの汁なんですよ、あめっちゃ出汁出てます、めっちゃ美味しいですこれは優しい味だ、同じ味、めちゃくちゃ美味しいです、分かる、落ち着きます、混ぜて混ぜて混ぜて、下に大根が入ってる、大根ではなくて、なんていうんだ、梨、
梨を、雪を梨と一緒に食べるのうまいんですよ。甘くなる。甘くない。で、日本で売ってる韓国料理屋のユッケって、きゅうりが結構あると思うんですけど、あれよりは梨の方がいいんですよ。これユッケ刺身。ユッケ刺身はここのね、味噌のソースとか、ごま油とかつけて食べても美味しい。これは、まあまあ結構頼んだね。これはこれと一緒に包んで食べても美味しい。はいはい。おいしい？あ、皆さんじゃあどうぞどうぞ食べてみます。はい。気になります。何の味？食べて、取って。梨と一緒に。さっぱりする？うん。お、おいしい。おお、確かに。味がいい食感。うん。JTP を壊すのも、まあ、大変ですね。ユーサーさん、ありがとうございます。いや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 。これをこれと好みで乗せて、食べるのもいいし、この味噌がごま油につけてどっちかつけて食べるのも大丈夫。食べてみてください。柔らかい？おいしい？どう？あ、これ最高っすね。これうまい？うまい。どんな味？油もあんま入ってなくて、すごいヘルシーな感じで、でも柔らかい。もう一枚。食感がいい。食感がいい。めっちゃ辛い。わさび？かなり強い。全然辛い。見て。結構入れてましたよね。慣れてる感があります。どうですか？さすがうちのアイドル。JTP の末っ子ですね。JTP の末っ子って言うけど結構韓国ないんですね。確かに。グループの末っ子です。確かに。JTP の末っ子です。僕らの JTP のジョングク。ジョングクのような存在です。ジョングクもね、ドセンターじゃないですか。はい。いや、もうセンターだね。
いや、うまいうまい。うちの JT ピナはブレインです。ブレイン、ブレイン、私お金ないから、あのダンスとか含めて人に頼めないから、彼が全部やってる。マネージャー何してるんだって。バッグを持ってカバン持ちみたいな。ブレインが全部、ね、計画をして。あ、そうですね、それちょっとエグゼキューション、じゃあなんかダンスを考えてくれて、練習方法まで、そうですね、エンゲージメントは彼が。そうそう、俺プロデューサーだから、うん、放送局行って C レベルにあって、うちの JTP 入れてくださいって。はい、食べてみてください、これ。うん、そのスプーンから各自自分の皿に乗せて、そう、移して食べてみてもらっていいですか。はい、じゃあいただきます。そう、口に合います？いや、うん、僕は好きです。うん、ハーブっぽく感じます。うん、いいわ、やっぱりいります。